はい、ワードツー。今日はですね、2018年4月の何日だ4月の何日だ7か8 4月の7か8です。朝の4時です。今日何日、変だめ、ワードツー。ちょっと広角レンズないっす、ごめんなさい。アップです、入りましょう。8か、4月の8日朝の4時です。荒野の追悼式帰りです。よろしくお願いします。頭痛いな、飲んだわ。8か、入りましょう。はい、ワードツー、こんばんは。歌舞伎ですね。いややりましょう、ブラブラと。お疲れっす、皆さん。なんだろうね、これ、このさ、広角レンズ使えないとさ、配信の画面がダメだっていうの、ふわっちシステム改良すればいいんだよ。これ本当はもっとキュッとできんだよ。大変やったっつうか、まあ完全に配信外で行こうと思ったんだけど、まあ配信回すつもりもなかったし、金梅さんにね、パーってこっち来いって言われてスラッと映っちゃったけど、普段酒飲まないんだけど、全く今日はなんか飲まないとなと思って。いや、ちょっとね、引っかかるもんがあったんだよね。やっぱここで行かなかったら荒野にもう一生荒野の名前出す資格ねえなと思って、それも嫌だし、なんかやっぱ本当に生きてんのか本当に死んでんのかっていうのが自分の中にあったから、もう完全オフだよ。ティンさん、お疲れっす。うん、いや、引っかかるよ、やっぱ。やっぱりね、そこは、昨日の小月おばさんはどうだろうな、またやってんのかな、この辺で。しょうもないよな。カエルさんも2だね、嬉しいよ、そういうコメント見てくれてんだなって思う。まあでもクセモノ揃いだからね、情報が錯綜してるけど、確信に変わったね、今日で。ちょっと悲しいよ。ちょっと悲しいな。何でも言って、荒野のことで何だい、言いたいこと言って、受け止めるよ。何でも受け止めるよ、俺は。言ってくれ。まあいろんなもんが見えてきたな。やっぱちゃんと人と会って触れ合わないとダメだな。見えないものが見えたよ、いろんなものが。あ、こういう状況なんだなっていう。なんかこうリスナーさんのやっぱり気持ちと一緒だったわけよ。これ本当なのとか、これ嘘なのとか。ガチの踏み台って何のこと、坂田さん。なんだろう、ガチの踏み台っていうのは。まあいろんなもんが見えたよ、いろんなもんが見えた。生に行って、あの場に行ってよかった、あの場に行ってよかったよ、本当に。誰がってこと、誰が何を。ガチの踏み台知りたくなかったってどういうこと、坂田さん。俺から見たリアルは全部語るよ、俺から見たリアルね。他の選択肢、まあ時間とな、生き死には帰ってこないから、もう真実は全部ね、俺らには想像しかできないけど、今荒野のこと弔ってやるのが一番いいんじゃないかな。わかんねえけど、俺らは荒野を失ったけど、そこから学ばないといけないし、
もう荒野は帰ってこないけど、俺らはそんな中でも、なんだろう、次その荒野みたいなやつを出さないようにしないといけないし、荒野みたいなやつをほっといたらダメだと思う。そういう風にいけないダメだと思うよ。わかんねえ。荒野はもう帰ってこない。アイワード2。親はもう帰ってこないよ。俺は写真見てない。でももう周りのリアクションで分かった。金梅さんが放送中に小声でワードこっち来いって言われた時に、金梅さんが俺の目見て涙こらえてんだよ。もう耐えらんねえ、あんなもん。金梅さんがずっと涙こらえてんだよ。もうそれが全てだよ。だから写真はもう見るまでもないかなと思って。まあかなちゃんはもうドメヘラだね。かなちゃんはドメヘラ、もう感情が隠しきれない子。マー君にも突っかかってるし、金梅さんにも突っかかるし、要はもうこんなの荒野の追悼会じゃないって叫んだりとか。ドメヘラだけど優しい子よ。いやもうやだよ俺は。なんで22歳のねえ男の子が自分で自分の首絞めないといけないんだよ。おかしいよやっぱり。いや写真、なんか夕焼けが綺麗でさ、新宿でこんな映像見たことないでしょ。空が明るくて青くて、それで写真撮ったんだ。なんかこんな新宿見たことねえと思って。朝焼けだな。ほらビルが赤く染まってるよ。綺麗だろ。ビルが真っ赤に染まって青く光ってる。歌舞伎町で朝まで飲んだ初めてかもな。バーやってる時以外は初めて朝まで飲んだよ。のんちゃんにごめんなと思って。なあ、普段酒飲まねえけど、まあ、こうやと飲みたかったなと思ってさ。生きてるうちに会うべきだよな。帰ってこねえんだもん。もうやだよ。もうほんと竹本もろはこさんもこうやも、なんなんだよ。おかしいよ本当に。こんなに豊かな国なのにな。彼女っていうのはかなちゃん、しっかり自分の意思を持った子だったよ。ただ誤解を受けやすい子だと思った。もう超絶本当のドメーヘラって感じかな俺の印象。
あのそれものんちゃんとかさ、海宝とかああいうタイプのメンヘラじゃなくて、多分発達障害系の本当のアスペとか本当のガッチガチの ADHD のタイプだから、すごく誤解受けやすい。本当に今日綺麗だな、こんな新宿見たことねえよ。なんだこれ今日の新宿は。おはようマブヤ。絡んできた人は辛い。 誰に絡んで、ああ荒野と絡みがある人ってことか。なんかね、俺はもう悲しくなるよ。こんな新宿見たことないでしょ。すごいよ。なんか台風もあるんだろうな。すごいでしょ新宿で。こんな朝見たことないよ。月もあるよ、三日月も。いやもう耐えらんねえよ本当に。わかんねえけどさ、ふざけてネタでやったのかもしんないしさ、何があったのか。俺はあいつの放送ね、そんなにヘビーで見るわけじゃないから、いや泣けるとかじゃねえよ、もう耐えらんねえよマジで。バカ野郎だよ本当に。もう本当にどうしようもねえ、不器用でよ。鮫島さんが言ってたんだよ、和道って。俺勘が絶対荒野生きてねえんだよって。俺は分かるんだよって。そういう人間何度も見てきたし、ネット長えから分かるんだよって。荒野生きてねえんだよって。でもどっかで信じられなかったの。どっかで生きてるんじゃねえかって、どっかでまだ荒野ネタなんじゃねえかって思ってたけど、鮫島さんが言うんだよ、和道って、俺の勘では荒野生きてねえよって。でみんな荒野のこと思ってるけど、みんな喧嘩してさ、もうしょうもねえよ配信者。いや荒野死んだよ、荒野死んだ。パチプロさ、荒野はもう帰ってこないよ。荒野配信してないよ。荒野配信してないよ。つれえよな。荒野が配信してくれたらどれだけいいことか。帰ってこねえんだもんな。なんだよ今日の景色、おかしいだろう。いやみんなと一緒だけど、みんなと一緒だけど、やっぱ面合わせて何回も飯食って、まあ友達っていうわけじゃないよ、俺らライバルだしさ、何も分かってないよ正直。みんなと一緒だよ、ちょっと何回か会ったことあるぐらいだけど、まあ何回かっつっても何回も会ってるけどさ。でもほら本音で話し合う仲じゃないじゃん配信者って。ライバルなわけだから、いや仕事仲間っつうのも違うよな。だけど、辛いっつうかなんかダメだよやっぱ。
きないね。なんかもっと他に選択肢あったんじゃねえかなって。金梅さんがずっと涙こらえながら配信やってんのはもう見てて辛かったよ本当に。一番泣きてえのこの人なんだよなとか思って。いや才能あったでしょ、証明したでしょ、それはみんなが言ってることじゃん。しかも最近呪縛で金梅さんの金魚の糞やめて偉いなって、ヒカルくんとボクシングやりながら帰り道話してたんだよ。あいつは閲覧減ったけど変わろうとしてるって、すげえ偉いなって言って金梅さん、ヒカルくんと褒めてたんだよ。あいつはやっと配信者になって閲覧は少なくなったかもしんないけど立派な配信者になったっつって、苦しいかもしんないけど自分のくったらねトークスキルなくてわけわかんないこと言ってても自分でファンを取りに行くっつうか、自分のファンをようやく向き合い始めたところだったのに。スタジオ入りたかったよ。なんかねえんかな。なんかねえのか。もうやだよ。もうリスナーさんもさ、配信者ももう失いたくねえわ。ほんと死にたくなったら電話かけてきてね。そんな話もしてたよ。もうヒカルくんが可愛がってて、あいつ独り立ちしねえって愚痴言ってて、いつまでも俺ら頼ってあいつ変わらねえと変わらねえとって半年以上前、1年ぐらい前に言ってて、いつも俺ら頼っててあいつ癖になってるって、キャスバーについて自分の放送できてねっつって、でもあいつを一人前にしてやるってヒカルくん言ってて、で最近呪縛しかやらなくなったから偉いなっつって、頑張ってるなっつって、苦しいけど閲覧減ってるけど向き合ってるなっつって、でヒカルくんも喜んでて、クソつまんねえけどあれが配信だよなっつって、うん、その矢先だもんな。ほんとちょうどだから荒野が死んだ死んでねっていう話を前の日にそろそろスタジオ連絡しようなんて言ってたんだよ。荒野そろそろ電話かけねえとななんて、耐えらんねえよマジで。やってらんねえよな。ね、俺なんかより全然才能あるのに。なんでだよ。ああかなちゃんね、いやねそれ責めないであげて。売名だとかなんだって言ってるけど、俺会った感覚ね、すっげえ不器用なの。すっげえ不器用っていうか多分すげえ発達障害抱えてんのよ。彼女は荒野のこと、あの悪い子じゃないよ。売名とかに利用しようとかじゃないの。彼女は彼女なりに荒野の意思を継ぎたいって思ってんじゃねえかな。わかんないけど、かなちゃんって子はわかんないけどね、人の心は。俺は少なくとも彼女は何か戦ってるように見えたよ。すっげえ不器用で敵作りやすいっていうか、もうっていうかもう敵全力で増やしていくスタイルだけど、あの子がだって両親と連絡取って家族の反対を押し切ってる中、全部説明して金梅さんと新野町と光くんにあの弔いやってもらいたいって全部一人でやったんだよ。それがどれだけ大変なことか。わかるよ、ミサちゃんの気持ちもわかるよ。
でもその荒野のことを一番考えてたのは彼女なんじゃねえかな。どうなんだろうミサちゃん。俺は彼女のことを悪く言う、今のところ悪く言う感じはないな。なんかもう気張ってるっていうか、荒野のために荒野のために荒野のことしか考えてなかったように見える。少なくとも自分が花火もらおうとか自分の閲覧増やそうとかそういう子には見えなかったな。多分一番悔しかったのは彼女なんじゃないのかな。どうなんだろう。まああれは本当の荒野の女でしょ。7人ぐらいいるうちの本可能でしょあれは。銀梅さんは彼女は荒野に愛情ないからって言ってたから、いやまあ俺が生で見た感覚ね。まあほら金梅さんはトリックスターっていうか、もう配信まあまあそこに乗っかるのもだから金梅さんなりの愛なのかもしれないし、金梅さんの愛情は深いから分かんねえよ俺。そういうなんかプロレス的なの嫌いだからさ。分かるよみんなの気持ちは。フレン、いやまあまあわかんねえよ。まあまあでもなんかすげえなんか不器用そうだなと思ったな。お前俺も彼女のことよく知んないし、会ったの2回目なんだよね。ドレさんのオフ会で会ってるらしい。初めましてって言ったら2回目ですって言われた。まあまあいいんじゃね。配信やるんだったら腹くくれば叩かれるの覚悟で、それはまあ知ったこっちゃないよ。セフレか本家のかどうかわかんないけど、まあでも俺はまあ金梅さんと彼女が一番荒野のことを悲しんでるように見えたかな。もちろんみんな悲しいけど、まこさんもモコさんかモコさんもミサさんも俺もみんな悲しいけど、一番傷ついてるように見えたのはあの彼女と金梅さんかな。もちろん鮫島さんも傷ついてたし、わかんねえや俺は。まあでももうなんつうか悲しい気持ちでいっぱいだわ。すげえ悲しいね。いやだからシドビシャスとかカートコバーンなんか憧れるからダメなんだよ。あんなんろくでもねえんだから。もうそういう自殺するやつをもてはやしたらダメなんだよ。自殺なんかろくでもねえんだよ。生きてることを否定するのは良くないよね。ハルさんねめっちゃキレてたね。ハルさんはほら男気ある人だから。いやハルさんは昔からああなの知ってるから俺は。でもみんな荒野のことが好きで荒野を弔いに来てるから、まあ荒野喜んでんじゃねえの。キャスバーでああいう風に揉めんの好きだから、いつもニヤニヤ笑ってチビチビ飲んでたから喜んでんじゃねえかな。みんな荒野のこと考えてるよ。みんななりにね。みんな不器用でバカで愚かだから。いやだからその人間らしくないっていうかさ、じゃあ、あの子が荒野のこと愛してないって言ったら嘘なのはわかるでしょ。荒野のこと好きだからセフレになったんでしょ。彼女かどうかわかんないけど、だから荒野の一番そばにいたわけじゃん。彼女がなんで写真撮ったのかわかんないけど、彼女なりになんかあったんでしょう。お前じゃあさ、首吊ってボロボロの荒野をさ、遊ぼうと思ったわけじゃないでしょ。少しでも荒野忘れたくないって思ったんじゃねえの。で、たまたまその証拠見せろって話になったからでしょ。本人もすげえ反省してたよ。本人もすげえ反省してた。まあほら大好きな人が死んじゃっても最後だからってわかんねえよ。男と女だから俺は女の気持ちはわかんないけど、でもマー君に突っかかるっていうことがどういうことなのかみんなわかってるじゃん。
それでもこんなの荒野は望んでないって怒ってるわけじゃん。まあだから配信者らしい弔いなんじゃないのこれが。わかんねえけどさ、俺はとにかくその荒野にバカ野郎って言ってきたよ今日。バカ野郎っつうのと、もし仮に次があるなら今度は一緒に生きようよなって、仮にだよ、もし仮に次があるなら今度は一緒に生きようなって、ああそうだよね。いやミサさんがまともなのよ、俺ら気違いだから。ミサさんがまともなの。そう、ご家族の気持ち考えてるんだよね。わかるよ、俺もわかる。でもね、俺らやっぱその閲覧あるやつゴミばっかりなんだよ。まともな考え方してねえんだよ、どっかぶっ壊れてんだよ。そういうまあ荒野も望んでたかもしれないよ、もしかしたら。俺はそうだと思う、荒野望んでたんだと思う。悔しいけど、だからあの悪気があってやってるわけじゃないっていうことをさ、少し考えてあげて。彼女は確かにまともなことをやってないよ。で、すごく傷ついてるし、すごく反省してる。でも荒野が死んだっていうことを一人で背負って悩んでたのは彼女なの。ご両親と戦ってみんなに知らせなきゃって戦ってたのは彼女なの。そこ忘れないであげてね。あの子も喜んでるな、じゃあ荒野、そうだね。いや同じ気持ちだよミサさん、だから責めないであげて。本当に俺は生で見たけど、すごく真剣に向き合ってくれたよ。話せないことはきっぱり話せませんって、今話すべきことじゃありませんって、話せることは話しますって。でもすごく悲しんでたのは彼女じゃないかな。そう、彼女の行動がなかったら荒野は忘れ去られてたわけだから、そこだけは忘れないであげて。いやー、光くんは悲しんでるよ。っていうか光くんがいる時に光くん帰ってこいよって思ったけど、いや配信者だよ、光くん帰ってきたらまたやるよ。光くん帰ってきたらまたやるよ、分かってるよ。光くん深夜帳金杯なんだよ、配信仲間で言ったらこの3人なんだよ。一番可愛がってた方がこの3人なんだから、分かってるよ。俺はさ、ちょっとその絡んだことあるぐらいでこんだけ悲しいんだから、光くんとか金杯さんがどんな思いかって考えたらいたたまれないよ本当に。一番叩かれてるの金杯さんってやっちゃうでしょ、配信者でしょ、炎上上等だって言ってんだから。海賊みてえだよな本当に。まあね、遺体でもね、家でも、本当にそうだね、里谷の言う通りだよ。すごくでも反省してたよ彼女は。そう思う、遺体でも遺骨でも。でも涙ぐみながら本当に遺体を晒しちゃったことは悪いことをしたって泣いてたけど、本当に泣き、涙ぐみながら言ってたけど、私骨拾ったんですよって言ってたよ。配信外ね、私骨まで拾ってるんですよ。まあそれは現実だよ。わかる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 、豆吉さんの言う通り、俺らはダメ人間だから。相手もありがとう、相手もいいよ、この枠は相手もいいよ、ありがとう、相手もいらないって書いておこうか、ありがとうね、ありがとう。アイテム大丈夫。だからまあそのじゃあね、彼女を叩いて彼女を減らせて彼女を自殺に追い込んだらどうなのっていうことも考えて、
感情的にならないであげて、もう俺はそういうところだと思ってるから、ネットの炎上って。もちろんそれと戦ってるのが配信者だよ。そんな聞かねえよっていう精神鍛えてるわけだから。でもね、やっぱりさ、彼女が一番そばにいたっていうことは忘れないであげて、彼女をこれ以上叩くのやめてあげて。僕は一番彼女が傷ついてるように見えた。俺正直鮫島さんの枠も金梅さんの枠も何の枠も見てないから知らないんだけど、直感でわかるんだよ。目見たらわかるから。わかる、ふざけんなって言いたい気持ちはわかる。この女が殺したんだとか言いたくなる気持ちはわかる。でも一番傷ついてるのは彼女のように見えた。みんなも傷ついてるのわかる。俺も傷ついてる。でも彼女を叩くのはやめてあげて。それは荒野が喜ぶことじゃないから。彼女が戦ってるのは何だろうって。彼女はなんで行動を起こしてるんだろう。荒野のためなんだよ、全部が全部。荒野が悲しむよ。そのかなちゃんだっけ、かなちゃんってこう叩いて荒野が喜ぶとは思え。配信者になったら叩いて、叩けばいいよ。配信者になったら叩けばいい。配信者じゃないから彼女は。一リスナーだから、俺からすると。リスナーがリスナー叩くなんてダメだよ。それは配信者が一番傷つくことだから、お願いね。擁護はしなくていいよ。許せんって思っていいよ。叩かないであげて。他のあれだよ、カメラ回してるやつはいいよ。なんでミュウツーの攻撃受けてんの知らないの、おっちゃん。ミュウツーは俺に半年間絡みもないのに粘着し続けて、俺の彼女にフルボッコにされたんだよ。ミュウツーが、金梅さんの枠を見てたんだよ、おっちゃん。で、見てて、で、かなちゃんが配信者やりたがってるっていう発言にミュウツーはプッチンって切れたらしい。要は荒野をネタにして、要はお前閲覧をさらう機会をみたいな。配信者なのすでに。じゃあ叩いていいや。じゃあ叩いていいよ。ありがとう浅見さん、配信者ならいいや。そうなのね。まあまあまあ、でもまあそれは知らん。あ、すでに配信者なんだ。まあ好きにすればいいよ。いや、配信者は叩かれていいでしょう。配信者は俺サンドバッグだと思ってるから。俺の心境はもう前半語り尽くしたよ。もうやっと実感湧いたっつうか、もうとにかく金梅さんに「おうわだ!」って言って呼ばれて、で、こうや死んだんすかって小声で聞いたの、配信に映らないように。そしたら俺の方向いて涙ぐんでこらえてる金梅さん見て、金梅さんが放送回ってて絶対見せないけど、俺の目見ながら涙もう耐えてたよ。それがリアルだよ。それが金梅なんだよ。もう唇プルプル震わせながら死んだよっつってたよ、小声で。まあ言いたいことは言ったよ、荒野の写真の前で。バカ野郎っつうのと、もし仮に次があるんだったら一緒に生きようっていう、もうそれしかないよ。あとスタジオ入りたかったって言ったよ。みんな辛いね。だから自殺なんて許さないよ俺は。死にたいんだったら生きる希望を与えてやるよ。電話かけてこい。死にたいやつは電話かけてこい。配信外でいいよ。なんとかしてやるよ。いいよ、ミュウツーほっといていいよ。じゃああれはダメだ。いいのいいの、ほっといていいよ。誰も興味ないあんの。